君たちも噂話なんかに興味があるとは。確かにうちに来ている客はその話題で持ちきりだ。流行の話題というより都市伝説みたいなものだがね。俺が聞こうとしなくても勝手に耳に入ってくる。おい、怖い話じゃないよな。ちょっと待ってくれ。心の準備をするから。怖いということは別にないが、まあ少なくとも大多数の人にとっては闇夜の英雄と呼ばれる人の英雄譚だ。おい君たち、人の話を聞く気があるのか。さっき何か言ったか。だから闇夜の英雄の話だ。噂によると彼は真夜中にのみ現れ、悪い奴らを成敗する謎に包まれた人物らしい。正直に言うとそういった噂にあまり興味はないが、まあ酔っ払って暴れるお客さんの対応をしてくれるのなら喜んで歓迎するな。その答えを知るのは彼のみだな。単にミステリアスな感じを好んでいるだけかもしれない。そっちの方がモテるからな。酒場でよく見る手口とそう変わらない。とにかく俺が知っているのは以上だ。興味があるなら広場の方で聞いてみたらどうだ。お客さんの注文の邪魔はしないでくれよ。闇夜の英雄か。どこにでもあるような話だけど、ただなんというか、一体どんな人なんだろうな。時間があったら広場で話を聞いてみようぜ。俺は諦めないぞ。たとえ幼なじみで。あら、闇夜の英雄のことが聞きたいの？闇夜の英雄はね、この私よ。ええ、冗談よ。はあ。私が本当に言いたかったことは、あの人からは私と似た雰囲気を感じるってことよ。似た雰囲気？育成層の夜、ずっと門戸を守り、己の正義を貫いて信念を守っている姿がね。マーガレットってそんなにすごいやつだったっけ。いいえ、その英雄さんはお金持ちだって話。ふん。持ってるものだけが精神的な豊かさを求めることができるのが世の常。英雄が出てくる物語の多くもそう描かれている。そうでしょ。そんなことないわよ。私はただ毎日不自由なく暮らせているだけに過ぎないわ。ほとんど同じ意味だろう。キャッツテールのオーナーなんだからな。そうだ、縄文の衛兵に聞いてみてはどう。遅番の人なら何か目撃しているかもしれないわよ。もうアンソニーお兄ちゃんに迷惑かけたくない。星拾いの崖の景色は有名よ。君たちも闇夜の英雄に興味があるんだな。何を隠そう、俺も闇夜の英雄の目撃者の一人なんだ。おお、早速当たりだな。なあ、闇夜の英雄って一体誰なんだ。まあそう焦らないでくれ、順を追って話すから。あの夜、見回り中の俺は変わった物音を聞いて急いで現場へ確認しに行ったんだ。そしたら何者かが数人
こそこそと何かしようとしているのを目撃してね。だから俺は急いで隠れた。どうい、衛兵なんだろ。その瞬間、あの人が現れたんだ。そのものがまとう黒い服は、その存在を完璧なまでに闇夜へと溶け込ませていた。悪人たちにとってそれはまるで音もなく忍び寄る悪夢だろう。ほへ。そして俺はどうしたと思う？悪いことをしてない俺がどうして逃げるんだ。だが現場から離れたのは事実だ。何せ闇夜の英雄の前では俺なんて足手まといだからね。だから俺は騎士団の寮へと確認しに戻ったんだよ。ああ、あの者のように正義感があり自ら門戸を守る人間が騎士団に入っていると思うのは当然だろう。けどそれは俺の思い違いだった。寮を確認したけど誰一人として外に出た痕跡はなかったんだよ。じゃあ騎士団の人じゃないってことか。そうなるね。しかしどうしてもわからない。あのような人がなぜ騎士団に入らない。あの者の実力なら騎士団で活躍するのも難しい話ではないのに。結局お前も闇夜の英雄の正体がわからないのか。そう落ち込むな。少なくとも騎士団のものじゃないってことはわかっただろう。そうだ、花屋で聞いてみたらどうだ。あそこの女性は彼に助けられたことがあると聞く。怪我私ってば悪い女。浮気なんかしちゃダメなのに。なあ、闇夜の英雄について聞きたいんだけど。闇夜の英雄？あ、ごめんなさい、少しぼーっとしてたみたい。でもどうしてその人のことを考えてたって分かったんですか？あ、まさか顔に出てたとか。どうしよう、ディルック様に見られたら誤解されちゃう。あ、今ディルックの旦那のことを言ったか。え、わかりました。こうなったら洗いざらい喋ります。もともと私が慕っているのはディルック様お一人ですが、あの夜闇夜の英雄に救われてから自分の気持ちがわからなくなってしまったのです。じゃあ闇夜の英雄を見たんだな。どんな顔だった？実はあの時あまりにも怖かったのでよく見てなくて、覚えてるのは心が安らぐような炎の光となぜか見覚えのある後ろ姿だけ。そうかもしれません。言われてみるとあれは炎元素の神の目だったかも。周りの闇を一気に照らすほどでしたのですごく印象に残っています。わかった、情報ありがとう。これまでの情報をまとめると、セピロス騎士ではない、神の目を持つお金持ち。うわー、オイラには見当もつかない。ここまで調べたんだからやっぱこの目で確かめたいよな。夜の城内でも歩いてみるか。運が良ければそいつと会えるかもしれない。夜になったな、城内を歩いてみるか。運が良ければ闇夜の英雄と会えるかもしれない。
衛兵の巡回路を避けていたら、まさか君たちに出会うとは。闇夜の英雄？そんなダサい名前、まさか君がつけたのか？はあ？本人なのに知らないのか？今、このモンドは闇夜の英雄の話題で持ちきりだぞ！くだらない噂話だ。まあ、平和であることの証拠でもあるのか。ひひ、これで闇夜の英雄の謎が解けたな。それでさ、闇夜の英雄さん。その名で呼ばないでくれないかな。いたたまれない。だよな。闇夜の英雄はダサい。もっとロマンある名前にしよう。正義の味方だ。正義の味方さん、一体何があったんだ？アビス教団だ。またあいつらか？最近何やら悪巧みをしているようでね。何かを探っているようだ。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないとは。そしたら誰が誰を手伝っているのかわからなくなるだろう。騎士団には役に立たない奴が多すぎる。安心して背中を預けられるわけがない。昔のことだ。話す必要はない。君たちの話し相手に付き合ったんだ。一つ頼まれてくれないか？あ、なんだ？僕の正体を内緒にしてくれ。特に騎士団の人間には僕の行動を知らせるな。あれ、今何か音がしなかったか？ただの雑魚だ。君でも簡単に倒せるだろう。雑魚どもに僕の歩みを止められては困る。ここは頼んだ。秘密を守る剣も忘れるな。ではまた。おい、行っちゃうのかよ。さっきここで何か物音がしたような気がするが、何か異常はなかったか？異常？ないよ。あ、闇夜の英雄のことか。それなら。闇夜の英雄？まさか会ったのか？そう、実は正体はこいつなんだ。おお、モンドを守ってくれていたのはお前たちだったのか。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。そんなにかしこまらないでくれ。なんだか照れるだろう。いや、待て。お前たち最近モンドに来た旅人だよな。お前たちがモンドに来る前から闇夜の英雄の噂はあったんだが。なぜ嘘を吐いた？まあいい、お前たちが悪い人間じゃないのは知っている。だが闇夜の英雄の件で後日騎士団に来てほしい。この場所では言えないこともあるのでね。仕事があるからこの辺で失礼するよ。お前たちも気をつけてくれ。闇夜の英雄について何か話したいことがあるみたいだな。騎士団に行って話を聞いてみるか。ホーマン。ああ、来てくれたんだな。協力に感謝する。
この間の闇夜の英雄の件について他に情報はないだろうか。それもそうか、こっちが先に情報を共有すべきだったな。実はこれを見てくれ。うわっ、へったくそな字。ん？しかもよく見たら読めないところがたくさんあるな。ああ、ほぼ共通語ではあるが暗号のようなところも多々ある。読めるところだけ見ると大体の内容はわかるがな。これはアビス教団が闇夜の英雄に宛てた果たし状だ。つまり闇夜の英雄は悪い奴らに狙われているのか？その通りだ。可能であればなるべく早く彼と共に対策を練りたいんだよ。これは闇夜の英雄一人だけではなく門戸全体に関わる問題だからな。ああ、何か気づいたことがあったらいつでも来てくれ。アビス教団からの果たし状か。大変なことになるぞ。早くディルックの旦那に教えてやろう。ディルックの旦那、今騎士団で。アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざ知らせに来てくれてありがとう。うえ、暁ワイナリーの情報網はビジネスだけじゃないってことだ。じゃあディルックの旦那はどうするつもりなんだ？君たちの意見を聞かせてくれ。それでは何もかも騎士団任せになる。彼らが頼りになる相手であればここまで悩みはしないのだけどね。それに僕は隠れて騎士団に尻拭いをしてもらうほど落ちぶれてもいない。ママ、アビス教団の奴らなんて難題を投げつけてきやがるんだ。無論方法はある。だが情報が必要だ。果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？読めない部分のことか？あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。つまりあれは単なる果たし状ではなく奴らの行動通達の一種なんだ。双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄はもう一方にとっての悪人となる。僕は長いこと奴らにとっての悪人となってきた。アビス教団が僕という目標を見据えることでその力はより団結を増すことになるだろう。英雄になるためにはディルックの旦那みたいなすごい頭脳が必要なのか？ただ奴らのことに詳しいだけだ。英雄とは見方を変えれば悪人だからね。でも読んでもわからない部分についてどうすればいいんだ？簡単さ。わからなければ聞けばいい。奴らの拠点はすでに把握している。興味があるならついてくるといい。ここだ。このような古い遺跡に隠れるとはアビス教団らしい。さあ先を急ごう。こんなところまで乗り込んでくるとは。騎士団め、僕を騎士なんかと一緒にするな。さあ計画の中身をおとなしく吐いてもらおうか。手紙を読んだのか？お前にその秘密を教えるわけがないだろう。自分の立場をまだ分かっていないようだ。
手を媒介に神の目の炎を放った。いつまで我慢できるか見てみようじゃないか。やめろ、頼むからやめてくれ。言うから、もうやめてくれ。全部教える。巨弾は闇夜の英雄を憎む者を、その力を全てを集結させた。明日22時にモンドの正門へと奇襲を仕掛ける。知っているのはこれだけだ。本当だ。だからあの炎はもうやめてくれ。それだけか。ならいい。もう何かを隠せるほど強い心も残っていないだろうしね。情報は手に入った。僕は準備を進めさせてもらう。可能であればこの件について騎士団の動向を見ていてほしい。はい、任せてくれ旦那。突然どうした。ついさっきディレックの旦那はオイラの怒らせてはいけないランキング1位に堂々ランクインしたぞ。早く闇夜の英雄を見つけないと。ああ、お前たち、ここだけの話なんだが本当に困ったよ。先ほどの会議で今回の行動指針が決まったんだが、どうなったと思う？いや、それでは闇夜の英雄の存在を支持することになると言われた。このような個人的な英雄を肯定すれば騎士団の威厳を損なうことになるともね。ももじゃあ騎士団はどうするんだ？闇夜の英雄の正体を明らかにして彼を保護することになった。保護？あいつの実力なら騎士団の保護なんていらないと思うけど。し、いや、まあお前たちにはいろいろと世話になったからな。はっきり、保護はあくまで表向きで、本当の狙いはこの一件を騎士団の管理下に置くためなんだ。闇夜の英雄には手を出させないってことか？なんでそこまでするんだ？騎士団の実力を証明するためだよ。闇夜の英雄がいなくても騎士団がモンドを守れると民衆に証明するんだ。それにアビス教団が何をするかわからない。万が一闇夜の英雄に何かあれば敵の勢いを高めることになる。騎士団にも騎士団の苦悩があるんだな。それに闇夜の英雄の正体もわからない。怪しい人物が多すぎてどこから調査すればいいのかわからないんだ。そう悩む必要はないさ、ホフマン。俺の言う通りに調査すればいい。ガイア隊長。そうだな。最近ディルックのやつが毎晩エンジェルズシェアでバーテンダーをやっているらしいんだが、彼を見張ってみたらどうだ？そう難しいことじゃないだろう？それはもちろん問題ありませんが、しかし、ガイア隊長、つまりディルック様が闇夜の英雄であると疑っているんですか？さてね、どうだか。騎士団の中でも疑いの声は上がっているだろう。あいつ、騎士団の内情はこんな風になってるんだな。あとガイアはまるで闇夜の英雄の正体を知ってるみたいだったよな。早くワイナリーに行ってディルックの旦那に伝えてやらないと。ディルックの旦那、あのな。ガイアのやつか。
こうなる予感はしていた。あいつにとって僕から一本取る絶好のチャンスだからね。何やら因縁深そう。それより騎士団の考えは僕の予想とあまり変わらない。今はその策を逆に利用してやればいい。ダメだ。騎士団は僕が酒場に行くことを知っているし、行かなければ逆に疑われる。それもガイアの計算のうちだ。じゃあどうすればいいんだ？考えるから静かに。僕を監視するなら望み通りにしてやろう。完璧なアリバイを作ればいいだけの話だ。アリバイ？どうやってだ？知りたいなら一つ手を貸してほしい。もったいぶるなよ。ワイナリーの北西にモンドでも有数の無氷花の産地があるんだ。そこの無氷花が今いい感じに育っているはずだ。それを少し取ってきてほしい。僕はここで他の準備を進めている。戻ってきたか。紹介しよう。こちらはワイナリーの醸造師だ。無氷花がこんなに？今からもうそれの効果が楽しみだ。精製設備はこの純度に耐えられるか。問題は生じないだろうか。おお、やっとオーナーに話しかけられた。ご安心ください。オーナーの指示であれば命がけで完成させてみせます。命をかけるような仕事じゃないだろう。ではお話を続けてください。こちらは仕事を開始しますね。その無氷花で何するんだ？ああ、実はこの前ワイナリーで新しい味を開発しようとした時、清涼感をアップさせるため無氷花を少し入れてみたんだ。精製された無氷花は確かに魅力的な出来栄えだった。じゃあよく売れたのか？いや、客を引き寄せたのではなく、それはスライムを引き寄せたんだ。元素力を吸収して生きている奴らにとってその誘惑は怖くてで抗えない。だからこの特性を利用して。うわっ、何の音だ？寒い。ディルック様、生成は完了しましたが、設備が。ご苦労。設備の心配はいらない。執事に新しいものを購入してもらう。今話していたのがこれだ。精製された無氷花、元素の餌とでも呼ぼう。すごい！この体の芯まで響くような元素の気配。少し地面に垂らせばいい。
気をつけろ。少しだけでいいんだ。予想以上の効果だ。ワイナリーがスライムたちに荒らされる前に倒そう。ねえゴッハ、料理の時間だよ。はは、風邪ひくなよ。しびれなさい。少しだけでこんなすごいなんて頑張った甲斐があったな。それでディルクの旦那、そろそろ計画の内容を教えてくれないか。ああ、計画はこうだ。以上だけど、本当にそれで大丈夫なのか。ディルクの旦那一人で。最初から僕のこだわりだ。こんな風になった今も僕一人で立ち向かうべきなんだよ。わかった。ディルクの旦那がそう決めたことなら。でもそれでもオイラと旅人は手伝うからな。いいだろ。君たちに一つ借りができたな。では計画通り酒場で落ち合おう。旦那に会おう。これは騎士団のホフマン殿、こんな時間に何かご用かな。いえ、特に用は。暇を見つけて少し酒を飲みにね。深い意味はありませんよ。おや、旅人、君たちも来ていたのか。おう、今日は気分がいいからな。一杯飲みに来たんだ。ご注文は。ではダンディライオン紙をいただこう。オイラはアップルジュースがいいな。だ、財布を忘れてきたみたいだ。お前は？すまないが、財布を取ってきてもらってから注文を聞こう。じゃあ俺がおごってやろうか。いいいい、そんなに時間かからないし、すぐ財布を取ってくるって。たとえ幼なじみでも。おい、全部使ったのか。あれほどの量を。きっとここすごいことになるぞ。うわ、スライムがもう出てきた。ああ、ガイア隊長はすごいけど、一緒にいる俺たちはいつも苦労させられる。ああ違う、上司をそんな風に言ってはいけないな。万が一ガイア隊長に聞かれてもしたら。戻ってきたぞ、アップルジュース一杯。ああ、すぐ準備しよう。ホフマンさん、ホフマンさん、側門が大変なんです。すぐ来てください。何だと？何があった？スライムが来たんです。スライム？スライムくらいで慌てる必要はないだろう。よくあることじゃないか。
スライムは珍しくないのですが、そのスライムが今までに見たこともないような数でして。まさかアビス教団の仕業か。しかし俺には別の任務が。ほう、別の任務。酒を飲みに来ただけだと聞いたが。あ、いや、それは。ふん、騎士団とはこんなやり方しかできないのか。アビス教団が城門まで迫ってきているというのに、酒を飲んでいられる暇があるんだな。だからセピロス騎士団は頼りにならないと言っているんだ。それは、ディルック様の言う通りです。失望させてしまい申し訳ありません。今すぐ出発しますが、その前に旅人、お前に頼みたいことがある。少し。ん？し、俺の任務を知っているだろう。ディルック様が外出しないか見張っていてくれないか。側門の様子を見に行ってくる。すぐ戻るから頼んだぞ。邪魔者は消えたな。全て計画通りだ。僕もそろそろ行く。彼が戻ってくる前に戻らないといけない。時間を無駄にする余裕はないからな。ふん、来たか。戦いは最もたやすいことだがな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、急いで酒場に戻ろう。問題も解決したし、早く酒場に戻ろう。ホフマンが戻ってくる前に。ホフマンはまだ戻ってないみたいだ。間に合ったな。なんとか解決した。アビス教団がスライムだけを送ってくるとは。それは良かったな。騎士団はスライム掃除に職務を変えたらどうだ。今より重宝されるかもしれない。皮肉は勘弁してくださいよ、ディルック様。ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？そうなのか。しかし、なぜ今なんだ？疑い始めてるぞ。
すまないが、そこの人、少し聞いてもいいか？ディルック様、ああ、今日のバーテンダーがここを出たりしなかったか？な、まずい！他の客に聞いてるぞ！バレる！ああ、旦那。ああ、いやいや、ディルックさんはずっとカウンターにいたぞ。そうか。ホフマン殿、君が注文していたダンディライオン酒だ。これを飲んだら帰るといい。騎士団のみんなによろしく伝えておいてくれ。ああ、いえ、遠慮しておきます。そろそろ騎士団に戻らないといけないので、この酒はディルック様が飲んでください。妙だな。ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから今日君たち以外の客はみんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ、正確に言うと俺以外はだ。ガイア、なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか。ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。ふっ。それでこの件を騎士団に報告するつもりか？俺のことをよく知っているくせに。告発なんかに興味はないぜ。ただ単にモンドの闇夜の英雄がどこまでやれるか知りたかっただけだ。やっぱりお前はいつも俺の期待を裏切らないな。君の期待に応える義務などない。ああ、分かっているさ。しかし一番意外だったのは、孤高の闇夜の英雄が他人の助けを受け入れたことだ。申し訳ないが、本日の営業はここまでだ。おかえ…はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて俺は不思議と安心したぜ。素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアのあの言葉、どういう。あいつのことはいいんだ。今回はいろいろと助かった。これは礼だ。おお、ありがとう旦那。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのもなかなかに悪くなかった。今後何か助けが必要になったら僕のところに来るといい。